スポーツクライミング男子ボルダーリードで日本男子史上初となる銀メダルを獲得した17歳の現役高校生クライマー安楽空ト選手が初めての五輪を振り返り、銀メダル獲得の裏側を語りました。ボルダーで課題を次々と成功した安楽選手、他の選手は課題をクリアすると喜びを爆発させる中、安楽選手は難関コースを成功しても喜びを見せずに控えめな様子について、 一家大目については他の選手も登れていたので1個目のミッション管理を見たいなさらに喜ばない理由については感情の浮き沈みがあるとパフォーマンスに影響すると僕は思っているのでめちゃくちゃ我慢しているわけではないですけどとりあえず1個ずつ OK って進んでいくタイプと話しましたまた課題をクリアすると1個終わったら前のことは考えずに次と先のことを常に考えて試合に臨んでいることを明かしました 念願の金メダルは逃したものの銀メダルを獲得した安楽選手。競技終了後は、表彰式に立った時に観客が、わーってなってくれて安心して笑顔になりましたと初出場した五輪でメダル獲得を喜んでいるかと思いきや金メダルのためにどうするかを考えていたので、ニ位とはいえ目標が完全に達成することができずに悔しさが残りましたとコメント。今回の五輪。 何時間も飛行機のエコノミークラスに座りパリへ向かった安楽選手。行きはエコノミーで10化時間も我慢していたと話しますが、帰りはビジネスクラス。結構足伸ばしたり隣に物を置くスペースが広くて快適でしたと行きよりもゆったりとして帰ってくることができたと話しますが、機内では獲得した銀メダルを大切に日本に持って帰ってきたか聞かれると、銀メダルを預け荷物にしていました。 とまさかの身の回りには置いていなかったと明かしました。最後に五輪を振り返り、オリンピックは本気で挑んだからこそ、改善点がとてもたくさん見つかったのでこれから最強を目指してずっと勝ち続けられる選手になれるように練習を頑張りたいと次に向けて意気込みを語りました。